はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は3月の5日で火曜日です。空はねちょっと雨降ってますね。ということで今日はキューちゃんは休みです。先日からね初ね調子悪くてね食欲もないんですけどね。それで昨日病院に行ってきたんですよ。とりあえず点滴してもらったんですけど、あとご飯の方はね、まあ、食べるんだったらあげてもいいということです。今日もねほんまはね散歩ね休もうと思ってたんですけどね、どうしても行くって言うんですよ。この方が言うこと聞かんからねもうしょうがないから連れてきたんですけどね。今日は手短にね終わりたいと思います。早く良くなってくれたらいいんですけど。あと昨日ね僕も自分の病院行ってきたんですよ。血圧の方と健康診断の結果等を聞きに行きました。昨日はね病院ちょっと混んでましたね。待ってたんですけど、まあ30分ほど待って見てもらえたんでよかったですけど、一応血圧は病院で測ったら上が110、下が75、低いんですよ。まあちょうどいいぐらい。なんで病院でだったら普通だったら高く出るっていう感じするんですけどね、低いんですよね。で2回測ったんですけど、2回目もまあ同じような数値でした。で血圧のことはもうそれで安定してて、薬も同じだったんですけど、健康診断の大腸がんの検査の結果を聞いたんですよ。それがね大腸がんの便検査のを出してたんですよ。それの結果が来たんでちょっと聞いたら、それが全く異常なかったです。あれなんか血液の出血があったら分かるみたいなんですよね。で僕の場合は何も出なかったみたいです。とりあえずねそこは安心ですよね。大腸がんではなかったという、まあほんまがちょっとカメラ入れてないんでわからないですけど、まあとりあえず良かったですね。はずやっぱ大腸がんってね僕の親もなってるんでね、やっぱ気になりますよね。そこあと10年はね健康でいれそうです多分今日の目についたニュースが、小学生児童が93万円同級生に騙し取られるっていうのがあったんですよ。93万円ですよ。それが読んでみるとね、金のメダルを、今金が上昇してるから金のメダルを 1g で35万円で買ったみたいなんですよ。同級生が金のメダルを売りに来たで、それを35万円で買ったっていう話です。で金のメダルは実際はね水族館のただのメダルだったみたいなんですよ。金メッキされた。あとねカナダの10ドル札を値上がると言って何十万かで売ったみたいです。まあそんなんがあったんでしょうね。で合計でまあ93万円騙し取られたという、ちょっと金額がでかすぎるっていう感じなんですけどね。でなんでそんなにお金を持ってたかって言ったら、なんか
お年玉とかなんかもらったお祝いとかをタンス預金にしてたみたいなんですよね。それにしても持ってるやろうと思って、で前々からね、その子供が100万円近く持ってるっていうのを自慢してたみたいなんですよね。自慢してたらそれ寄ってくるわっていう感じなんやけど、まあそういうニュースがありました。僕もね、やっぱ子供の時ね、隣のね、近所に住んでた兄ちゃんからね、ガンプラをね、ずっと買ってたんですよ。それも、どっからお金足してたかって言ったら、貯金箱みたいなのがあったんですよね、家に。まあ誰も出せるような感じで、ほんとそこにね、100円玉や10円玉とかいっぱい入ってたんですよ。そこからね、出してたんですけどね。ほんで確かね、ガンプラの完成されたやつが、300円とか、それぐらいだったと思うんですよ。買ってたのが。それをもう20体以上買ってたんですよ。で、ガンプラをね、めちゃくちゃ買ってたんですよ。で、親からするとなんでこんなのあるのっていう感じでしょ。ほな、近所の兄ちゃんから買ったって言ったら、買ったって言ったらね、ほんならなんか問題になってね。いや、僕の親なんともこんな思ってないと思うけどね、相手の隣のね、兄ちゃんの親はね、もうすっごい厳しいとこやったからね、すっごい怒られたんじゃないでしょうか。でも多分お金を返したんじゃないでしょうかね。ほんでガンプラはあったけど、ガンプラもらってお金も返してもらったという。出た。純ちゃん帰ったよ。純ちゃん。純ちゃんちょっと待ってて。病院行ってくるわ。ハツもキューちゃんも待ってて。誰もいません。ハート、キューちゃん待ってた。レンちゃん待ってた。キューちゃん待ってた。ハート待ってたか。レンちゃん待ってた。はい、病院から帰ってきました。ついでに帰りにね、買い物もしてきました。病院は今日はね、30分ぐらい待ちましたね。はい、もやし、これがね20円、この干し芋、これがね安くなってて200円でした。もう白いのはねカビじゃないみたいですよ。これ高いんですよ。ほんまはね、450円ぐらいで売ってたんですよ。それが200円になってました。高いけど。はい、しめじ100円。高すぎ。はい、卵。これがね、10個で、198円でした。まあ、卵ね、ちっちゃかったですけど、まあ、しゃあない。これ買いました。はい、国産の納豆。これがね、結構高かった。120円ぐらいしました。はい、バナナ。これが安くなってて128円です。まあ、ちっちゃいバナナです。もう痛みかけてますよ。
はい、ブルガリアの脂肪ゼロのあのヨーグルトです。これが安くなってて168円です。かぼちゃ、かぼちゃが103円でした。これ安かったです、なぜか。レタスも丸ごと1個で100円です、安かったです。あと大豆、これが98円、これも安い。ちょっとお高い豆腐、これが120円ぐらいかな、高い。あと鶏肉、胸肉がグラム68円の348円、これちょっと安くないですか。あとはアイスコーヒーが2本で牛乳が1本、これね安くなってました、138円。あとは今食べたかったさつまいも、これがね198円。今日はねそんなめちゃくちゃ大きくはないんですよ。まあ後でね、あのハツとキュウちゃんとジュンちゃんにあげたいと思います。今日はだいたい2500円ぐらいですね。キュウちゃん待ってた。ジュンちゃん、はい、今日はこんな感じです。もうね、血圧をね、このノートにね、全部書いてるんですよ。これをほんで、医者に見せてます。はい、今日のご飯ができました。今日のご飯は、もち麦のご飯にトマトスープです。トマト、このスープはトマトとじゃがいもと鶏肉と、まあ、カレーみたいな感じです。カレーっぽい、カレーよりは濃くはないです。あとはご飯もね、いつも通りです。はい、今日はこんな感じです。